当社が保有していた815系 N008 編成法費、本線高速鉄道保有株式会社は、熊本県熊本市西区に本社を置く、第3セクター企業である。九州旅客鉄道と、放飛本線、熊本飛行を使の沿線自治体との共同出資により設立された。熊本都市圏は、都市機能の中心部への一極集中や自動車の増加により、 交通混雑や公共交通機関の走行環境が悪化しつつあった。この改善策として、方避本線の輸送力強化が必要とされた。この改善策として、方避本線の電化及び行き違い設備の設置を行うことになり、その推進母体として JR 九州と沿線自治体により設立されたのが当社である。JR 九州と以下の業務契約を締結している。 鉄道施設の改良工事及び施設の貸付鉄道車両の貸付蒸気に付帯関連する一切の事業名を貸付していた815系電車4編成8両については2015年度に九州旅客鉄道へ売却された。ありがとうございます。